野田博道から1913年1月6日は、日本の武士、陸軍軍人、陸軍刑事組織の創設者。最終階級は、陸軍監督総監、旧姓石光、熊本藩士、石光文平の三男、藩産物方頭取、石光新民の末弟函館戦争軍艦、青森県初代知事、日清戦争の野戦監督長官、乱尺、 貴族院議員。清浦慶吾、後藤新平、斉藤実、柴五郎などを育てた。熊本藩士石見家に生まれ、15歳で同藩官上方の野田純平の養子となる。横井湘南を慕って、京都に出奔し、金納党に投じ、湘南が倒れた後は、同郷の先輩、大田黒惚れ信を頼って、江戸に出て、倒幕運動に参画した。戦争では、 政党大創特軍の一員として、大渦に転戦し、函館戦争では、軍艦として活躍する。軍事参謀司法、軍艦、伊沢県小三事弘崎県三事と歴任。弘崎県の県庁を青森に移し、青森県と改称、同県第三次。官能領大族。明治5年11月、陸軍兵学領八頭出資、翌年8月。 陸軍会計軍理となり、以後、陸軍の経理関係の役職を担う。第五局、第二課長を経て、会計軍理制として、西南戦争に出征。戦地で、食料、軍部の調達に当たった。その後、第五局第八課長、会計局計算課長、会計局次長、会計局第一課長などを歴任。1885年、ドイツ留学。 帰国後は、軍の経理組織と規則を確立し、軍の経理学校を創設。会計局次長、監督長、会計局長と昇進し、初代陸軍経理局長、主計総監。日清戦争では、大本家野戦監督長官として出征した。1897年4月、監督総監に進級し、1901年4月15日、予備役に編入された。 1906年4月1日に、交尾役となる。1911年4月1日に退役した。1895年8月、男爵の爵位を受爵し家族となり、1904年から1913年まで、貴族院議員を務めた。野田は、人材の育成を心がけた人物であり、母親戦争時の敵反の指定も区別せず面倒を見ていた。柴五郎。 再当日は野田の庇護の下、それぞれ陸海軍に進んだのである。芝はその遺書の中で感謝の言葉を繰り返している。ありがとうございます。